私が去年1年間で新しく作ったボディの紹介をします。ほぼ作った順番通りに説明していきます。各ボディの詳細は画像上の過去動画のリンクをご参照ください。まずロータスヨーロッパです。漫画サーキットの狼の吹雪優也仕様で作りました。傷をつけるのが惜しくなったので、レース用に新たにもう一つボディを購入し、私定番のストロボカラーに塗りました。ベンツ CLK です。特撮番組キャプテンスカーレットの追跡戦闘車風に乗りました。自作ステッカーなど自分なりには頑張ったつもりだったのですが、再生数は思ったほど伸びませんでした。キャプテンスカーレットはマイナー番組だったのか、ボディの出来が悪かったのか。ミニトラックボディです。静岡ホビーショーの ABC ホビーブースで格安にて購入。ホビーショーの ABC ホビーブースは格安ボディがいろいろ出ることを知りました。フォード F150 です。映画機動戦士ガンダムフクルスドアンの島を見た後にドアンザクをモチーフに制作しました。サザンクロス隊のマークを入れたり、自分なりには頑張ったつもりでしたが、これも再生数はあまり伸びませんでした。アウディ V8 です。これはタミグラ STE クラス出場用に作りました。しかしボディのマウント位置を低くしすぎて、タイヤハウスにタイヤが擦れて操縦性が悪化し、タミグラでは散々な結果になってしまいました。ベンツアクトロストラックです。これはタミヤ RC カーグランプリ長野大会でコンデレを取りました。アニメコンバトラー V をモチーフに塗装しました。先頭にコンバトラー V を意味する V のマークを入れています。ポルシェカレラ RSR です。漫画サーキットの狼の早瀬左近仕様で作りました。これが2022年最後に作った車です。最近はサーキットの狼シリーズにハマってきていますが、なかなか他の車の作成まで手が回っていません。現在私のシリーズ3代目になるこの車を準備中です。ハヤト・ピーターソンの乗るトヨタ 2000GT です。ボディがタミヤ製でないため、ボディカットやマスキングに手間取って時間がかかっています。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。